片腹いたし、その程度か。片腹いたし、片腹いたし。はい、ということでやっていきたいと思います。いつも通り動画内で目印の画像は入れておきます。で、今回はね、右にキャラの解説ないんですけども、コメント欄の方で、身の詳細だとか補っておこうかなと思います。ということで、今前半で見てもらった通り、ヘパイストスが持つウォールセットレーザーっていうのは結構癖があって、特定の条件下に置いてしまうと思ったよりね、火力が伸びなかったりする時があるんですよね。結構これ経験された方も多いかと思うんですけども、まず1手目がウォールセットレーザーの友情キャラに触れてしまう前に、他のキャラの友情コンボを発動させてからウォールセットしてしまうと思ったより火力が伸びなかったりするんですよね。で、もう1点がダメージを出したい標的に対して先に直殴りでダメージを与えてからウォールセットしてしまうと思ったより火力がね、伸びなかったりすることがあります。なので今回はね、そういった事象を起こさないためにもしっかりとした綺麗な立ち回りを作ってきました。もちろんね、 1-3P に自由枠入れて結構適当に弾くのも全然いいんですけども、僕のノマクエ動画の性質上あまりそれはね、自分が好まないので、今回はね、却下させていただきます。今回はね、綺麗な固定打ちを紹介していきます。今ね、見てもらってるんですけども、基本的にはゲージなしの立ち回りを作ってます。で、この立ち回りなんですけども、前半と後半で、自由枠なしのパターンと自由枠ありのパターンをね、解説していきます。今は自由枠なしですね。なんでこれから自由枠ありのパターンを紹介していこうと思います。ただこれ2パターン紹介している理由としましては、自由枠ありの編成ですね、これ1手目のキャパ量が結構狭いんですよね。なので、どうしても自由枠が入れたくて全然1手目のキャパ量が気にならないよって方はね、この編成おすすめです。あと2手目ビレディ入ってるんですけども、これ結構ね、入手難易度が高いので、基本的にはもう爆発キャラの鈍足とかであればもう何でもいいかなと思います。で、あとこの編成のもう1個デメリットとして、1手目のアナスタシアが雑魚に多弾する時としない時があるんですよね。もちろんどっちでも成功率は変わんないんですけども、若干2手目のね、弾く角度が少し変わってきます。なんでほぼほぼね、角度は一緒なんですけども、そこのズレがね、あんま気になんないよって方は全然いいかなと思いますね。はい、で、今から流すのが1手目のアナスタシア、これが上の雑魚に多弾している時ですね。なので、これ多弾してる時としてない時どっちも起こるので、結構ね、頻繁に弾く角度が少し変わってきちゃうんですよね。個人的な感想としては、自由枠はね、1体入れたい人なので、こっちの編成で自分はやっていこうかなと思いますね。あとはちょっとこれ余談になっちゃうんですけども、今回右に説明入ってないじゃないですか。これに関してね、いるのかいらないのかみたいなのをね、コメント欄でもしね、教えてくださる方いれば、意見としてね、教えてくださる方いればね、ぜひコメントいただけると嬉しいです。個人的にはね、右に説明入れない方が結構楽なので、こっちの方がいいんですけどね、本当は。ただ右に解説書いてあった方が、結構詳しく説明できるんで、どっちでもいいかなとは思うんですけども、意見くれたら嬉しいかなと思いますね。ということで、以上、火の魔のヘパイストスの立ち回りでした。終わります。バイバイ。